考えるな。絶対にポケモンとトレーナーの思いが一つになったとき初めてその思いを力に変える。そしてさ、神聖でなければいけない。神のためポケモンのため誰かのため、この世にある全ての命を思いやる者だけが絶技を使うことが許される。